はい、基本一人です。いつもありがとうございます。4月12日月曜日朝の6時です。曇りかな今日はね。今週はですね、まあ本当に僕らにとってはね、新学期というかね、まあ弟にとっては新学期というか、明日から作業所にね、行くことになります。今までね、本当に月曜日から土曜日までねリハビリをやってましたけど、これからはね、本当にそんなに、頻繁にねリハビリはやらなくなります。週1か週2ぐらいで、僕の方もね半日ね弟にリハビリその他でね、リハビリの補習とかやってましたんでね、本当に朝から昼まではね本当時間取ってましたけどね、これからはね多少ちょっと生活が変わるんじゃないかなと思います。当初ね本当11月ですね、毎日リハビリをね、連れていくことをね決心した時はね、本当にまだ、7割はね歩けると確信してましたけどね、ひょっとしたらね本当3割ぐらいはねちょっとね、このまんま一生、車椅子生活になってしまうんではないかというね不安を感じながらね、本当11月にね、毎日リハビリをスタートするという感じに、なりましたけどね、今ね本当5ヶ月経ってね、本当リハビリ連れてってよかったなと思ってます。まあね、本当に弟が行きたいって言ったわけでもないし、母親が行かせてほしいって言ったわけじゃなくてね、まあ本当に僕がねとにかくこのまんま弟がね、車椅子生活でね歩けなくなってしまうというのはね、本当ね残念だなという気持ちが本当にあって、諦めきれなくてね、まあ僕がやったことなんですね結局はね。まあそれがね一つね、ある程度なんて言うんだろうな、まあ、少しは歩けるようになって、車椅子をね卒業する道筋がね、見えてきたっていうのはね、本当ね僕にとってもね、嬉しいですね。明日から、まあ、もちろん車椅子は持っていきながらね作業所に通うわけですけどね、僕の中ではね本当に今年の夏にはね、車椅子卒業させようと、ぐらいな感じで、思ってますね。今日はですねリハビリに連れてきますね。そしてねグループホームでね、もうかなり以前からね打ち合わせで用意してた、例えば作業所に行く、ナップサックとかね、ナップサックの中身についてはね、これとこれを、常に持ってきてくださいみたいな感じのことはね、言われてるんでね、その辺をね揃えて、グループホームにはもう伝えてありますんでね、それをまあ最終チェックですね今日はね。そういうのをやったりとかして、リハビリをやって、その後、最終チェックということでね、今日一日やってきますね。で明日からはね本当にねグループホームの方にねお任せしちゃってね、本当に何かあればねお手伝いするっていう感じで、進めていく感じになりますね。なかなか、都合のいいタイミングで、電車が来ることはないですねやっぱりね。やっと電車が来ましたね。
3分ずれたね、グッドタイミングから。上下ね、連続できました。本当にね、1ヶ月前に比べると鳥の声がすごくね聞こえるようになりましたね。リハビリの帰りに、日光浴しにね、公園に来ました。当然ね、歩きの練習もね、補習でねちょっとやっていこうと思います。弟もですね、あまりね嫌がらずにね、リハビリもちゃんと、やってくれて、しかもね、リハビリの補習もね、僕が無理やりやらせてるわけですけどね、あまりね、抵抗もせずにね、やってくれてね、僕と付き合ってくれて、まあ本当にありがたいなと思ってます。今はだいぶね体力がついてですね、200メートルぐらいならね、割と軽くね息が弾むぐらいでね、なんとか、休憩なしでね歩けるようになりましたね。ですからね、本当にこんな感じで広いところをね、ある程度遠くまでこう、連れて行ってね、200メートルぐらい歩かせて休憩をしてっていう感じの、1セットをね、だいたいね、3セットぐらいね、リハビリの後に今やってるような状態です。病院のリハビリはですね、僕がね毎日これぐらい歩かせてるということを言ってるんでね、そちらの歩く練習はねやらずにね、今ねどっちかっていうと床からね立ち上がる練習ですね、それを割とやってますね今。話はね変わりまして、作業場の話題になりますけどね、作業所ってどんなとこかというとですね、まあ障害者の、ね、方がね、集まってですね、簡単なね生産活動ですね、そういうのをやってます。あとその人のね障害に合わせてね生活訓練をして、まあとにかく今よりもね、生活がで楽にできるように指導していくという感じですかね。あとはねヨガみたいな感じでリクリエーションですね、遊びの時間がなんかあったりなんかしながら、まあ要するにお昼お弁当を食べてですね、一日過ごすというかね、そんな感じですね。これからだいたい週5日ですね、朝は9時にねバスでお迎えが来てですね、グループホームに帰りは、夕方の4時に着くような感じで、やってくれますね。平日のね午後2時ですね、よく来る河原ですね、ここの場所もね動画にはね3回ぐらいはしてるんじゃないかな。ウグイスのね声というか鳴き声がねしてますけども、ちょっとね今回はねこちらですね、ちょっとね、南の方にね道があるんで行ってみますね。2つ道があるね。ちょっとなんかね、なんて言うんだろう、死体とかね、そういうのが捨てられて殺人事件にね巻き込まれるみたいな、第一目撃者みたいな。
あ、こういう感じでちょっとねゴミがね落ちてたりもしますね、不法投棄。本当にねここは人があんまり来ない場所だと思います。道がね分かれてるね。車で来てもよかったかな。こちらに行きます。はい、こんな感じでね本当にね何もないですね。で僕の子供の頃のね天竜川の河原のイメージってこんな感じです。本当に整備されてなくてね、本当にこういう感じの舗装されてない道があってね、あとは本当に原生林というかね、河原にも木とか草がね生え放題の状態っていうね、まあ誰もね普通の人はね近寄らないようなね河原っていうね、そんなイメージですね。向こうがね天竜川ですね。やっと開けてきました。そして天竜川にかかる橋ですね。掛け塚橋かな。なんかねちょっとね、目的地になりそうなところが探してるんだけどね、たどり着けませんね。まあ、なんとなく来たんでね、本当に地図があるような場所でもないんで、まあ、実際問題河原の中ですからねここね。はい、どうやらね歩いて分かりました。僕はね結局地図上ではね川の中をね歩いてたようなもんですね。だからねここの道はですね実は中洲ですね。結局そういうことかと思って、ここは本当にね地図上にもない道で、とにかく河原の中を歩いてるわけですね。要するにね中洲をね大きな、でもう本当に掛け塚大橋がね歩いてたら結構来ちゃったんでね、もうちょろそろ引き返しますね。引き返すのも大変ですので、もうちょっと行ってみようかな、曲がるところがあるから。このまんまあれだね終わるわけですね。うまく言えないけどどうなってんのかな、先もうちょっと行ってみよう。ちょっと分からなくなりましたね。ちょっと道がないんでね、確認できませんね。引き返します。はい、帰ってきました。疲れましたね、なんかね。次回はね、こっちのね、舗装してる道行ってみましょう。もう今日はやめます。どんな風になってるのかね。意外とね、よくわからないところのちょっと謎が解けましたね。まあ、ここは道なんだけどね、道路、地図にない道ですね、というか河原の中ですね。はい、帰ってきました。歩いてね往復で40分ぐらいでしょうかね。本当にね不安感がちょっとありましたね。なんかねこの道行って大丈夫かみたいなね、まあ迷うっていう心配はないんですけどね、一本道だから。それでもねなんかねすごくね、40分ぐらい歩いただけなんですね往復でね。なんかね時間が長く感じましたね。そしてね今こうやって自分の車の中にねたどり着いて、なんか安心感を感じてね、なんかすごく、さっきまでのねちょっとハイキングというかね、そんな感じの歩きがねなんか非日常性があってね結構面白かったですね。ということでね本当外はね風が強くてね、ちょっとねコーヒー飲めるようなね落ち着いて飲める、場所がねないんでね、車の中でコーヒーを、入れてね、ちょっとお菓子を食べていこうかと思いますね。はい、こちら、やってきます。こんな感じのね、
はい、そしてこちらですね、ロシアのお菓子、前回はねオリジナルっていうね、やつですけどね、今回はね、ココアですね、ココア味っていうのをちょっと、試してみます。こちらね相変わらず割れてますが、まあ、ココアっていうことなんでね、どっちかというと以前のねあのビスケットですね、バター味のオリジナルに比べてちょっとチョコレートっぽい味になってるっていうね。いただきます。こちらね、僕はオリジナルの方がいいかな、ココアより。なんかブログがねいっぱい出てたんですね、このロシアのお菓子を紹介するブログがね、4つぐらいあったかな。でそれいろいろ見たらですね、ココアの方が甘くて美味しいなんて書いてあったんだけど、オリジナルの方が僕は好きかな。こっちはチョコレート味っていうかね、まあ想像通りの味ですね、本当にね、ひねりのないというか意外性のないね、やっぱりこんな味かみたいな感じでした。まあでも美味しいですね。しかし今日はね本当にこんなとこ歩いても何もないだろうって思ったところを歩いたら意外と確かに何もなかったんですけどね、大したことは。ただなんかすごくね非日常を味わえてね、なんかちょっとね、なんていうか新鮮な気持ちになりましたね。意外とこういうなんていうんだろうな、歩きも結構いいんだなという実感が、しましたね。目的もなく、なんかいい景色にね出会えるとかっていう期待もなくね、なんとなくは、なんて言うんだろう、全然わからない道を歩く、知らない道を歩くっていうのはね、まだコーヒーはね途中ですけどもね、まあこんな感じですね。今日はなんかちょっと面白い、ちょっとした小旅行ができてね結構面白かったですね。コーヒーはね外で飲めませんでしたけどね、あと綺麗な季節に綺麗な景色にもね出会えませんでしたけど、それなりにね僕的には面白かったです。これがね映像で見てね面白いかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれども、まあそういうことですね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。